達成したのが、まあ、およそ10ヶ月ほどかかったという感じです。現在はこんな感じで、全ての大学院関連のサムネイルは見やすいように。どうもこんにちは、社会人大学院生のウライフです。本日は YouTube 登録者100人に行くためにかかった期間や、その戦略についてご紹介したいと思います。2022年の4月から始めて、その YouTube が、この間チャンネル登録者100人を突破いたしました。この撮影している段階ではもう120名ぐらいの方に登録していただいております。本当にありがとうございます。今回はその100人突破を記念して、この100人に至るまでの道のりと、それに至るまでにどういう対策をしたかというところをお話ししたいと思います。この動画で紹介する内容はこんな感じです。実際100人に行くまでにかかった期間とか、バズった動画とかお話をしながら、その100人に行くまでにいろいろ試行錯誤をしましたので、何をしたか、良かったこと、それから悪かったことも含めて紹介できればと思います。今日はちょっと部屋の電気を暗くして、撮ってみているので、まあ、いつもと違った感じの色味というか、明るさになっているかもしれません。ちょっと変だったら申し訳ありません。また次の動画で訂正しようと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは一応本チャンネルのまあテーマとか、その概要からまず先にお話ししたいと思います。このチャンネル、グライフアラサー社会人大学院生という名前で活動しています。テーマはですね、私の社会人大学院生の、日常とかそういうことも、発信しながら、僕ガジェットも好きなんで、テーマとかジャンルは、社会人大学院生×ガジェットみたいなことをテーマに、やっています。現段階ではこの絞りきれず、2つのテーマで、同時進行しながら発信しているという段階です。ガジェットっていうのは基本的にいろんなものあるんですけど、僕の場合はカメラと iPad が中心で発信しています。特に iPad に関してはですね、大学院の授業でも使ったりするので、社会人大学院生とガジェットというこの親和性が高いものになっております。はい、それでは100人に至るまでに要した期間、これを簡単に紹介したいと思います。ちょっと表にして出しておきましょう。こんな感じになります。始めたのが先ほども言いましたけど、2022年の4月最初になります。大学院に通うにあたって、YouTube の発信もしようと思いまして、始めました。その YouTube 始めた理由とか、その辺に関してはこちらの動画をご覧ください。で、動画本数は53本です。これ YouTube アナリティクスという情報から引っ張り出せるんですけども、達成したのが2月14日バレンタインデーなので、およそ10ヶ月ほどかかったという感じです。で、更新頻度がそんなに更新できていなくて、週に1回できればいい方というような感じで、忙しい月は1ヶ月間投稿しないという月もあったという感じです。先ほどずっと紹介した動画が1本目の動画なんですけど、こちら台本もしっかり書いてやったんですが、割と緊張してガチガチで喋っているのが伺えます。で、その中で最初にバズった、バズったといっても僕の中でバズった段階なので、最初に再生回数1000回を超えた動画がカバンの中身動画という動画でした。こちらの動画になっていますが、いろんな YouTuber さんのやってる企画で、これ真似したらいいかなと思ってやりましたら、この動画だけ伸びて、1000回ぐらいいったという感じです。他は数十回とか、それぐらいしか再生されてないのに、この動画だけ1000回超えたということで、やっぱりそのコンテンツ力というか、こう中身をどういうものにしていくかっていうのは YouTube 上では非常に大事だし、いろんな人が見てる、いろんな人がやってるジャンルの方が、見られやすいんだなという感じです。正直ですね、この社会人大学院というジャンルは結構ニッチなので、あまり見られないかなと思いながらも、僕の自分の記録用でも喋っているので、これは公開し続けようという感じになっております。再生回数だけ取りたいなら、もっと広いテーマ、分かりやすく言うとゲーム実況とか、そういうのは多分伸びやすいジャンルなのかなと今思います。で、それからバズった系動画で言いますと、私のチャンネルで言うとなぜかですね、マラソン系の動画がバズっていまして、今4本上げてるんですけど、4本中3本はどれも1000回を超えているという感じです。2つは富山マラソンっていう、富山県のマラソンを走ったのが
前編と後編で2つありまして、もう一個はクリフトン8っていうシューズに関する動画なんですけども、それが今まあ9000回以上再生されていまして、もうちょっとで1万回いくんですが、それが僕のチャンネルの中では今一番見られている動画になっております。はい、でここからは100人に行くまでにいろいろ試したので、試して良かったことを紹介したいと思います。全部で5つありますので、5つ紹介していきたいと思います。1つ目、ジャンルを統一していくということです。最初にも紹介しましたが、このチャンネルのジャンルというかテーマは社会人大学院というのと、ガジェットという、この2つで絞って発信しています。最初は Vlog 形式で発信していたこともあったんですけど、それらはちょっと思い切って、じゃあサブチャンネルもありまして、サブチャンネルの方に移して、私石川県に住んでるんですけども、石川県で住んでる様子、そういう Vlog 形式は、サブチャンネルの方で、こっちはもう、思い切って社会人大学院とガジェットの2つでジャンルを絞ることにしました。ジャンルを絞るということのメリットは、視聴者目線で考えると、登録したくなるチャンネルって割と統一感があって、何を発信してるか分かりやすいチャンネルだと思うんです。次こんな動画が出そうだから登録しようかな、次を見たいなと思うわけなので、やはり、どんなチャンネルかっていうのを、統一感を持たせておくのは非常に大事だと思います。やってよかったこと2つ目、同じジャンルの人の真似をするということです。私が実際に参考にしたのは、ガジェット系のジャンルの人の動画です。モノグラフ堀口さん、渡辺和正さん、高沢圭介さんとか、よく見る YouTuber さんの動画あるんですけども、サムネイルの作り方とか動画の構成とかタイトルの付け方とか、基本的に真似できそうなことは全部真似して、で自分なりに応用して動画を作成しました。動画をアップする前には必ずその検索ワードで YouTube 上で検索して、どんな動画が上位に来ているのかを分析しながら、タイトルとか動画の作り方を研究していました。やっておくことは3つ目、サムネイルに統一感を出すということです。私のチャンネルの中で再生回数が少ないけどこれ消したくないなという動画がありました。それが大学院関連の動画になります。このチャンネルを始めたきっかけでもありますし、チャンネルテーマ軸でもあるんで、再生回数少ないからこれをごっそり消すということも考えたんですけども、思い切ってサムネイルを全部まるっと統一しようと思いました。現在はこんな感じで、全ての大学院関連のサムネイルは見やすいようにしているつもりです。統一感があるように変更しました。これはこれで、なんか初めて私のチャンネルに来た人は少し好印象になるかなという感じです。やってよかったこと4つ目、一度作った動画をショート動画にしてみるということです。これは割とタイムリーな話題だと思うんですけど、ショート動画に関することです。このショート動画は2023年の2月から収益化というものが始まりました。これは YouTube 側が、私たちは YouTube ショートを押してますよという合図だと思います。そこで私もこの2月から一度作った動画をショート動画にするということをしてみました。簡単に言うとダイジェスト版を作るという感じですね。僕の動画はだいたい10分弱ぐらいの動画が多いんですけど、YouTube ショートに上げるためには1分以内にする必要があるので、もともとあった素材をただ単に短くして見やすくした動画をショート動画に投稿していきました。その結果ですね、1日で1000回を超えるようなショート動画が生まれたり、YouTube 側のおすすめにもうまく乗ることができて、それでチャンネル登録が結構2月で増えたという感じです。実際に20人ぐらいかな、増えたような感覚があります。最後やってよかったこと5つ目、ブログで書いた記事を YouTube にしてみるということです。これ多くの人に当てはまるかどうかは分かりませんけども、私の場合 YouTube を始める前にブログを別で書いていました。 YouTube のネタがなくなった時はこのブログ記事をただ動画にする、そういうことで乗り切ったりしていましたが、このブログをやってる人はこれぜひやった方がいいと思います。基本ブログが台本代わりになって、それただ読むだけで動画になるので、一石二鳥かなという感じです。ちょっとブログが詳しい方とかは、SEO 対策とかいうことで、同じようなものをネット上に複数上げるのはあまりいいとされてないと思いますが、今のところですね、その YouTube とブログでなんか干渉し合って良くない方に行くみたいなことはないので、
まあ、基本的には大丈夫なのかなと思っております。どんな感じで100人に行くまででやったことをいろいろ紹介していきました。まとめますと、まあ、何よりも大事なのは、まあ、継続すること、これが大事だと思います。まあ、やめちゃうと元も子もないので、こうやって継続して、まあ、トライアンドエラー、失敗は失敗で改善して、いいものはいいもので継続していってということで、この継続さえすれば、まあ、基本的に誰でも YouTube100 人や、まあ、1000人などいけるような感じだと思います。まあ、もちろんコツをつかむのが上手い人は上昇率が早かったりするかもしれませんが、私も含めですけど、まあ、自分のペースで頑張っていければいいんじゃないかなと思います。私もまあ100人超えましたので、次はやっぱりですね、登録者1000人それを目指したいと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。まあ、あの100人突破してから数日経っておりますけども、やっぱりですね、100人超えてからの方が登録者の伸びがいいんですよね。やっぱりまあ2桁の登録者の人よりも3桁の登録者の人の方がなんか登録しやすいっていうのは視聴者目線でも感じますので、やっぱ100人を超えるまでそこが大変だったかなというふうには思っております。はい、それでは今日の動画以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではいつもはガジェットに関することや大学院に関すること喋っておりますので、気になるなと思ったらチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。あと、この動画いいなと思ったらいいねいただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、今日もグッドライフを。バイバーイ。